はい、おはようございます。いや寒いね。そう、もう最近めちゃめちゃもう冬でずっと寒いんですよ、我が家。もう寒くて寒くてしょうがなくて、やっぱ寒くなってくると辛いの食べたくなるんですよね、辛いの。ってことでまたね、ブルダックポックンミョンの2倍と、これカルボタックルポックンミョンみたいな、カルボナーラ風のブルダックポックンミョン、ちょっとねこれ買ってきたんで、今回はこの2種を食べていこうかと思っております。今日スーパー行ってきてね、買ってきたものがあるんでちょっと紹介しますね。味噌汁、お味噌汁、豚汁と温泉卵、チーズを買ってきたんで、まあこのね食材と合わせて美味しく食べていこうかと思っております。そしたらまず麺を茹でていこうと思いますんで、一応ね今回ね圧力鍋用意したんですけど、茹でられる量だけ茹でていこうと思います。中身はね一応こんな感じになって、これが2倍でこれがカルボ、パッケージがねもう全然違うんだよね。やっぱ2倍はめっちゃ辛そう。中のソースもちょっと違うわ。辛いやつは同じ風に入ってるんだけど、2倍の方にはただこれの海苔だけで、カルボの方にはこのカルボソースなのかな、これ粉末か、これが別途で入ってます。麺もどうせ一緒だろうと思って全部ぶち込んじゃったんだけど、カルボと2倍で麺違いました。まあいっか、混ぜちゃいますとりあえず。やっちゃった。この間にホットプレートだ、ホットプレート。今ねこうだから半分ずつにね、これ辛いのとカルボ入れていこうと思う。あ、すごい、チーズ、で仕上げると、でね、この最後にこいつチーズをねちょっと入れていくから。そしたら今蓋の方を閉めて、料理の方が終わったんでこのままね食べていこうと思います。そしたらね今もう出来上がってると思うんだよね、チーズも溶けて。あっち早速開けていこうと思う。いい、開けるよ。いいよ、はい、はっ、うまそう。こんな感じに仕上がったよ、すげえうまそう。こっちが、2倍か。で、こっちがカルボタックルポ、こっちがカルボのプロダックだね。とりあえず、早速食べていこうと思います。いただきます。とりあえず、辛くない方から食ってみるか。すごい、もうダマになっちゃった。焼けて、すごい、すごい。うまっ。全然、あ、辛いかも。辛いけど、え、うまっ、これうん、あ、結構辛いな、うん、結構辛い、ピリ辛じゃない。とりあえず2倍の方も、いやうん、相変わらずカレー2倍はね辛いで、めっちゃうまい。この辛いのが食べたかったんだよね。うんうん、じゃあチーズかな、チーズ絡めないと。いや、うわ、チーズを、いや、チーズやっぱうめえな、これめちゃめちゃ合う。いや、そうだ、2倍はチーズ絡めても辛いんだ、忘れてた、辛い。
ちょっとね、このカルボの方はチーズのね粉があるからちょっと水分も減るしダマにはなりやすいかも。ちょっと水分多めに最後入れてあげた方がいいかな。で今回も作り方見てないけど合ってんのかな。わかんないや。そろそろ豚汁飲むわ。忘れてた。あっち。うまい。ちょっと温玉を先に入れないと。いや温玉、うん、いやオッケー。うまそうだけど前回食べた時は卵でね辛みがなくなったのよ。絶対美味しいんじゃないかなと思って。辛みなくなったわ。めっちゃまろやか。やべ、まろやかすぎるわ。さすがに量食うとビリビリしてくるな口の中が。チーズが、ドライゼロノンアルでございます。いや、絡ませていかないと。あ、これはチーズだ。うん、ちょっと一緒に行こう。これチーズとカルボと2倍。頭がぼーっとしてきた。うん、あ、なくなった。うん、豚汁は終わり。もうビールがなくなったんで代わりのコーラちゃんを。あ、うまい。もうなくなっちゃうな。でも残り一玉分ぐらい。お腹いっぱい。コーラがあった。まだ。ごちそうさまでした。いや、今食べ終わったけど口が辛いな。でもめちゃめちゃ味美味しかった。うまいからね、定期的に食いたくなるのよ。だから今日どうしても食べたくて買ったんだけど大満足。トルダックって基本的にはどのメニューも辛いやつなんだけど、まあ、辛いものが苦手な人ってこれなかなかね食えないと思うんだ。今日のはあのカルボのやつなんだけど、あと他にもねチーズとかもあったりするんで、まあ、ちょっとねそういうので試してみて食べてみるのもいいと思います。まあ、辛くてねダメだったら生卵とか入れるとすごい辛さも和らぐんで、まあ、そういった感じでねアレンジしながら自分の好みの辛さに合わせて食べてみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね、これ。